多くの生き物が暮らす山林。その一角で林床を探索していると、とある朽木を見つけました。その小さな朽木を手に取り、中を探っていくと、朽木の中にはとあるアリが住んでいました。細長く褐色のハリアリ、トゲツネハリアリです。このアリは体長4ミリほどの小さなアリです。朽木の中にうまく空間を作り、巣を作っていました。朽木は湿り気があり、少し押すと水分が滲んでくるような朽木。こういった環境でトゲヅネハリアリはよく見つかります。今回はこの朽木からトゲヅネハリアリのコロニーを採集し、飼育を試みてみました。飼育のしやすい山ありの仲間とは一味違うトゲヅネハリアリの試行錯誤の飼育の様子や彼らの美しい姿をどうぞごゆっくりお楽しみください。この動画でのトピックスは3つ。トゲヅネハリアリの生態、飼育環境づくり、室内観察になります。まずはトゲヅネハリアリの生態について確認していきましょう。トゲヅネハリアリは林床の朽木や倒木などに巣を作るアリです。乾いた木というよりは少し湿り気のある朽木や倒木などでよく見つかる印象があります。また、冒頭で今回コロニーを発見した、細く小さな朽木だけではなく、大きな倒木などでもよく見つかります。コロニータイプは巣内に女王が1匹のみという単子性。朽木内のシロアリや昆虫の幼虫などを餌として食べているようです。また、トゲヅネハリアリの生息地域は、北海道を除く本州、四国、九州、南西諸島など、国内の広範囲にわたります。生息地のほとんどでは、最普通種もしくは普通種に分類されます。あまり人目につかないところで生活をしているので、実感は湧きづらいのですが、実は、身近に生息しているアリであることがわかります。次は飼育環境づくりです。今回採集したトゲヅネハリアリのコロニーを飼育するために、このような飼育ケースを用意しました。おおよそのサイズが縦9センチ、横6センチ、高さが約2センチのポリカーボネートケースに石膏を流し込んだ石膏巣です。右半分の石膏は天井に接しており、深さ約2、3ミリの滑跡通路が掘り込んであります。トゲヅネハリアリが生息する朽木内などの環境は、空間が層状に形成されていることが多く、例えば、樹皮を1枚剥がした下の薄い空間、そういった空間を再現したような石膏巣になっています。実際にいろいろ調べてみると、広すぎたり深すぎたりする環境だとやはり、あまり落ち着かないようですね。また、トゲヅネハリアリの飼育経験のある方からアドバイスをいただき、フィールド部分に少量の腐葉土を入れました。土があった方がアリたちが断然落ち着くというのと、幼虫たちが成長した際に、繭を張るための足がかりとして、割とこう土を利用するようですね。幸いなことに、トゲヅネハリアリは用意した飼育巣にすんなり入ってくれました。居住スペースに関してはこれで一安心といったところでしょうか。しばらくはこの飼育巣で様子を見ていきたいと思っています。次に餌について見ていきます。
トゲヅネハリアリは朽木内のシロアリや昆虫類の幼虫などを捕食するとされています。今回コロニーを採集し飼育を始めてまず与えたのはシロアリ、ハエの幼虫、アカムシ、ミルワームです。しかし、どの餌もちょっかいは出すものの、食べる様子はありませんでした。ハリアリの仲間は一般的に絶食に弱いので餌を食べてくれないことにとても心配になりましたが、原因はシンプルに、採集時期が2月ということもあり、まだ越冬を開けていない状態だっただけのようです。気を取り直し、コロニーの越冬が開けた後に与えた餌のうち反応が良かったものは以下の3つ、シロアリ、ハエの幼虫、ムカデです。特徴としては巣内で幼虫たちがこれらの餌に直にかじりつくので、巣の出入り口から運び込めるようなサイズの餌を好むのではないでしょうか。巣の出入り口よりも大きなサイズの餌はトゲヅネハリアリにとっては食べづらい餌かもしれません。それではトゲヅネハリアリの巣内をじっくりと観察していきましょう。主な見どころは3つ、思わぬ同居人、餌の捕食、産卵と繭張りになります。トゲヅネハリアリの巣内を観察しているとトゲヅネハリアリとは違うアリが紛れ込んでいることに気づきました。色はほぼ同じですが大きさはトゲヅネハリアリのワーカーの半分ほどしかありません。巣内には女王1匹とワーカー2匹が紛れ込んでいて常時巣内を徘徊しています。このアリはアゴウロコアリ属の一種ノコバウロコアリであると思われます。ノコバウロコアリはしばしばトゲヅネハリアリと一緒に採集されトゲヅネハリアリに対し投食矯正を行っている可能性があるとされているようです。飼育室内ではトゲヅネハリアリにちょっかいを出されたり、持ち運ばれている様子が観察できましたが危害を加えられることはありません。また飼育室内のフィールド部分に腐葉土を入れた際にノコバウロコアリたちはパタッと姿を消してしまいました。腐葉土はトゲヅネハリアリの巣口から続く義道のような形になっていてノコバウロコアリたちはもしかしたらその義道の方に移動してしまったのかもしれません。自然の中でもトゲヅネハリアリの巣へと続く義道の中で投食などを行っていたりするのでしょうか。それでは少しの間トゲヅネハリアリの巣内でのノコバウロコアリの様子ご覧ください。飼育室内の一角です。トゲヅネハリアリのワーカーと幼虫たちが確認できます。活動期に入り幼虫たちは盛んに首を動かしながら食べ物をねだり始めました。彼らに餌を与えなければいけません。餌として主に与えたのはシロアリ、ムカデ、ハエの幼虫です。狩りの様子や幼虫たちがこれらの餌に直にかじりつく様子などじっくりと観察してみてください。
飼育室に馴染み、餌も食べ始め、トゲズネハリアリのコロニーの生活サイクルは順調に回り始めたように思います。森の林床に転がる朽木からこのコロニーを採集して約1ヶ月半が経った頃、ついに産卵が確認されました。コロニーがこの飼育環境の中で成長を始めてくれたという嬉しい一歩です。さらには、餌を食べ成長した幼虫たちが繭を張り始めました。繭を張る際には、巣内に入れた腐葉土を繭張りの足がかりとして使っていたようです。幼虫が腐葉土を使い、繭を張るシーンも撮影できました。いかがだったでしょうか。今回はトゲズネハリアリの飼育環境づくりとコロニーの観察を行っていきました。朽木内の空間を再現したような薄い層状の居住スペース、少し癖のある肉餌のラインナップ、どちらも飼育のしやすい山ありの仲間の飼育とは一味違う手間が必要です。しかし、普段は人目につかず、でも実は身近に住んでいるトゲズネハリアリを手元で観察できるということは、とても面白いことではないかと思います。トゲズネハリアリをこのような形で飼育をするのは今回が初めてですが、コロニーが安定して成長していけるよう、これからも飼育を続けていきたいと思っています。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。